バケモンだ。ゾーンに入る。トップアスリートすら得得するのが難しいと言われるほど思考の精神状態を言う。まさかここにもいたとはな。とんでもない大手やな。さすがはモンスター。残り時間はわずか。このままやと負けるで。西新宿東、全国常連校相手に気力、体力を振り絞り必死に食らいついてきた。引き離されたかと思えば追いつき、追い抜いたかと思えばまた引き離されていく。ここを逃してしまったらあとはない。くっ、これが東北の怪物火星の実力。どうする？時間は限られてる。何か対策を。どうする？どうする？このままじゃ負ける。うらぁ、シャキッとしやがれ西新宿東。何が怪物だ？あいつをよく見ろ。あいつに角が生えてるか、翼生えてるか。同じ人間だろ。3メートルの大男でもねえ限りビビってんじゃねえよ。まだ終わりじゃねえっしょ。カイ先輩。カイ、ありがとう。お礼言われることなんてしてねえよ。俺はもう諦める選択肢は捨てたんだ。うわ、秘密兵器を舐めるなよ。おー、うん、俺が西新宿東の部長だ。後半戦残りわずか。西新宿東、なんとか点差をキープしたまま昨年ベスト8の青バイ不衛に食らいつきます。このまま行けば稼い。まずい、また来るぞ。なんやて？な、いつの間に。なんであいつがあんなとこおんねん。ナイスプレイヤーマ。これはヤマトがゾーンの扉を開いた。